行ってきます。おう、行ってらっしゃい。俺の名前は西畑直樹、42歳の会社員。息子は来年から中学生。これからいろいろとお金がかかるようになる。飯の種。はい、今月お小遣い。うん、じゃあ俺も行ってきます。そんな息子の将来のために貯蓄をと思い、数年前から夫婦で共働きを始め、俺は毎月2万5千円の小遣い制となった。当然2万5千円という小遣いはかなり少ない。慎重に使わないとすぐになくなってしまうような額だ。西畑はまた450円の C 定食かよ。よく飽きないな。いいんだよ、毎日悩まなくていいし。たまには日替わり定食でもどうだ。今日のホッケうまいぞ。俺はこれで十分。本当は食べたいけど我慢だ。日替わり定食は540円で90円も高い。たったの90円とは侮るなかれ。このちょっとの差が小遣い2万5000円の俺にとっては命取りなんだ。俺の小遣いの大部分は食費に消える。だから昼食は社内食堂の激安定食一択だ。正直なところ、最初は小遣いが少なすぎて食べたいものがあっても食べれないのが辛かった。お、新商品か。唐揚げさんハッピーパウダー味か。うまそうだな。いい匂い。今月余りそうだし、ちょっとくらいいけるか。と、いかんいかん。230円は俺にとって大金。散財もいいところだ。食事だけじゃなく娯楽もかなり我慢しなければいけない。コンビニで雑誌を買うこともできないので、気になる漫画や雑誌はたまに立ち読みしているのだが、立ち読み禁止になってる。立ち読みができるからちょっと遠くのコンビニまで来ていたのに。しょうがない、帰るか。こんな生活も慣れてみれば大したことじゃない。むしろ今はいかに節約できるかを楽しんでいる節もある。俺のお小遣いの使い道は、まず平日の昼食代。昼は一番安い450円の定食を毎日食べている。それでも月トータルで1万円弱の出費だ。前は奥さんが弁当を作ってくれていたんだが、共働きになってからはそれもなくなったので、これがかなりきつい。だが朝と夜、そして休日は家で食べるので、食費は基本この昼食代だけ。お菓子など間食は一切せず、飲み物も水筒を持参している。でも酒だけはやめられない。だから週末だけは自分へのご褒美にお酒とおつまみを買ったり、同僚たちと居酒屋に行くこともある。家で飲むときは発泡酒や第三のビールで妥協したりしない。たまの贅沢なんだから本物のビールを飲まなきゃ。週末の贅沢には毎週2000円ほどの予算。お、焼き鳥セットが半額。今日はこれで行くか。たまに安いおつまみを見つけたときはラッキーだ。ビールを1本多く買えることもある。ここまで切り詰めれば残り5000円から7000円程度のお金が余るが、これも娯楽のために使うわけじゃない。 YouTube のうざい広告も我慢。 Netflix などのサブスクも極力契約しない。もちろん暇つぶしのゲームはお金がかからないものしかやらないし、気になる漫画は買わずに貸してもらう。もちろん散髪は家の近くの1000円カット、ちょっと伸びた程度なら自分で切ることもある。吸っていたタバコも前の値上がりと同時にやめた。小遣いの半分がタバコに消えていたからやめざるを得なかったのだ。俺が吸い始めた時は300円だったタバコが、俺がやめた時には500円を超え、今ではいつの間にか600円。今の俺の昼食代よりも高い。禁煙のきっかけになったのは良かったかもな。ここまで我慢すればちょっとぐらい遊べると思うかもしれないが、まだ油断ならない。西畑さん、今月途中で入った中村さんの歓迎会やるんですけど。ああ、そっか。さすがに同じ部署だから行かなきゃな。友達から誘われたり、会社の飲み会なんかで急な出費が必要になることだってあるから、小遣いがもらえる給料日までは予定にない出費はしないようにしなければならない。ちなみにこれでも関係が薄いところは極力断っている。しかしそれでも急な出費が必要なことだってある。靴に穴が。これは修理か買い替えだな。こういう緊急時の場合は奥さんに頭を下げてお金を出してもらうしかない。すまん、靴に穴が開いちゃって。
もう先月もカバン壊したばっかりじゃない。今月これだけだからね。小遣いが少なくてボロボロになるまで使っているからだろと言いたくなるが、息子のための節約だからこれも我慢だ。しかし、おい、なんだよこの高そうなシャンプーは。ああ、セールしてたから買っちゃった。肌に良くて香りもすごくいいのよ。そうじゃなくて、俺は激安シャンプーなのに、なんでお前だけこんな贅沢してるんだ。いいじゃない。私だってパートして頑張ってるんだから。だからって。あなただって晩酌で贅沢してるじゃない。私は使える小遣いだってあなたよりも少ないのよ。お互い欲しいものを我慢することが多いので、こうやってしょうもないことで衝突してしまうことも珍しくない。ねえお父さん。ん？今大事な話して。新しいポコモン出たんだけど買って。クラスで持ってないの俺だけなんだよ。え？ポコモンの話になったらいっつも仲間外れにされるんだ。お願い、俺もポコモンゲットしたいよ。出費は何も俺たちだけの話じゃない。息子のためにお金が必要になることもある。ゲームの価格5000円ですって。どうしましょう。高いな。でもカズキにゲーム買ってあげたいよな。そうね、さすがに持ってないのはかわいそうだもんね。中古で安く買えないか探してみよう。だから今後は高いシャンプーは禁止な。あなたこそ靴もカバンも大切に使ってよね。元はといえば息子のために始めた節約なので、息子のために一肌脱ぐことも多い。こんなことばっかりだよ。それは大変そうだな。俺は独身だからわかんねえけど。でもうちも似たようなもんだよ。小遣いはもうちょっと余裕あるけど、家内の方が稼ぎがいいから俺は全く頭が上がらないし。はあ、俺ももっと頑張って出世しないとな。週末の飲み会はいつもこんな調子だ。しかしどうしてそんなに我慢できるんだ。何も買えないのなんて嫌だろ。そりゃ自分が我慢した分子供が喜んでくれるって考えたらこれぐらいは平気だよ。わかる。そもそも子供のために働いてるしな。だな。ふーん、そんなもんかね。ただいま。おかえりなさい。カズキはもう寝たか。うん、夏は旅行に行けるかもって言ったら喜んでたわよ。そうか。しかしどこに行こうかな。節約ばかりに見えるうちの家計だが、年2回のボーナスの時くらいは贅沢なご飯を食べたりしている。今年は数年ぶりに家族旅行に行く予定だ。カズキは昔行ったニズディランドにまた行きたいって言ってたわ。そうか、楽しそうにしてたもんな。ちょっとかかっちゃうけどいいか。ええ、もちろん。旅行に行けるのもあなたがいつも頑張ってくれてるおかげね。いやいや、お前こそ家計のやりくり助かってるよ。これからもこの子のために頑張ってあげないとな。チャンネル登録はもうしましたか？今回のおすすめ動画もよかったら見てみてください。動画の感想もコメント欄でお待ちしております。